あの A の方は風俗に昨日行ったんですけど昨日風俗にまた行っちゃいまして、またあのね、あのエステのとこなんですけど、エステ系のとこに行きまして、俺ねちょっとね攻めようって思って攻めようと思ってね、そう、風俗で絶対指名してはいけない地雷要素って何かなって皆さんご存知ですか。地雷要素、巨乳、あの僕ねでもどうしてもアイカップを堪能したくて、ちょっとアイカップの人を指名してねやったんですよ。ほんまドキドキするよね。今まで正直約束された勝利しか味わってこなかった、ある程度はね。でもアイカップとなるともう地雷なんだよ、見えてるパンドラの箱、幸福が入ってるのかもしれない。でも飽きると大抵ダメ。でもホテルでそわそわしながらガチャッとドア開けましたよ僕が。まあ50点ぐらいでしたね。でもなんだろうな、あんまり可愛くなかったし、ちょっとぽっちゃりしてるんだけど、あの顔がね、そう、あんま可愛くないんだけど、でもなんか言いだりほっぽくてね、あの、まあ、ちょっと太ってるけど、もうぽっちゃりぐらい。でも体型的にも、それは巨乳だったら、それはそうだろうみたいな。でも顔がその、ラブライブの声優の飯田里穂さんに似ててね、あ、なかなかいいやんって思う。しかもね、こう風俗って何があかんってね、その最初微妙だなと思っても、正直2時間ぐらい、2時間もいないけど、1時間半ぐらい一緒にいると、さすがに好きになってきちゃうから、普通に可愛く見える。最後の方はもうメロメロでしたね、僕。最後の方は80点ぐらいだった。でもまあ、でもほんまおっぱいは本物だったから、すごかったね。いや、普通にあれ、エステだから、ハンドフィニッシュです。でも、もうめちゃくちゃ、もう、声がめっちゃ出たね。おーんエビゾリがすごいね。俺の後ろにおった時も、俺がエビゾったせいで、俺の背中をキスしてきたけど、俺がおーんつってエビゾったせいで、頭当たったもん。でも、ずっともう、おーん、おーんって、はいはい、ええぐらいで手取ったね。もう、だから今日の痛いもんめっちゃ。行ったので土曜日なんですけど、今喉めっちゃ痛い。高音出しすぎた。でも最後の方はもう四つん這いになってくださいと、四つん這いになってくださいって言われて、もうこれもう処刑やん。でも牛の乳搾りされるんですけど、でもなんかもう無理っすって、もう無理っす、まだもうあと10分あるよ、無理無理、頑張って無理行きたいっつってあのワンピースのロビンみたいになっちゃった最後、行きたい行きたいっつって、なんとか我慢して、もう最後まで我慢しましたね、頑張った。そんな話でした。それだけ。俺が喋りたかったのはそれだけだ。